ゴールパイナイサー。はい、というわけでございまして、もう出てもらってますけどもはい、喋れてないですね。寒いからね。そうですね。山内すずらんちゃんです。山内すずらんです。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。しつこいしつこいってごめんなさい。しつこいってか、うるさい、顔もうるさい。そうですね、ちょっとしつこいはやばい、はい、しつこいってか、だから前回からのやつですね。そうですね、確かにしつこい。私しつこいですよ、ライオンさん。なんでかって、前回負けたんですよ。いやいや、もうバラエティやりすぎなんですよ。なんで普通でいいですか。全然今日は本気でやりましょう。そうですね、はい、はい、というわけでございまして、すずらんちゃんと対決でございますから、はい、1から4ホールだから、1、2ホール、3、4ホールで分けると思いますけども、はい、1、2、3、4は、ゴールパイで、はい、で、5、6、7、8、9はすずらんゴルフチャンネルの方で、はい、ということになってますけども、普通に前回はポイント制だったので、はい、うんうんうん、ちょっと分かりづらいなって思ったんですね。なるほど、はい、なので今回は、はい、もうハンデなしのガチ対決。 OK、ストローク勝負、あ、ハンデは何にしましょう。ハンデいいんですか。距離ハンデをつけましょう。よかった、はい、だって300ヤードくらい飛ぶんですもんね。いや、昨日ほんまにたまたま一撃は300いってました、ね、だってベストスコアアンダーですもんね。まあ一応69ですから。え、スズランちゃんは75です。じゃあすごいやん。いやいやいや、アンダーだ。え、白から白からです。おお、すごい。いやいやいや、レギュラーで75、素晴らしいですよね。なので、まあ、ティーチングの資格も持たれてるライオンさんと同じレギュラーティーからはちょっとさすがにと思ってたんですよ。はい、だから距離判定にしましょうね。ありがとうございます、はい、ということで僕が、バックかな、はい、はい、ブルーとスズランちゃんがレギュラーの白で、はい、やりましょう。お願いします。では行きたいと思います。お願いします。パイ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 じゃない、パイ何ですかそれ。ゴルパイのパイを取ったんですか。パイパイじゃなくて、そうそう、はい、アイドルの発言じゃない。パイパイ、ゴルパイのパイとね、ゴルパイナイスーって落としたらパイパイって。もういいです、やりましょう、はい、やだ。まあ、ゼクショーで行ってみます。はい、お願いします。ナイスー。ちょっと風流れてますけど、結構右に流されますね。危険、右危険。え、大丈夫でしょ、あれぐらいは。大丈夫。はい。あ、そんな浅いの。そうなんですよ、右突き抜け2340なんで。あ、でもね、多分今曲がってたから大丈夫かも。本当ですか。はい。手前には見えましたね。見えましたよね。はい、大丈夫だと思います。はい。そんな降ってない、今。怖かったから。合わせに行きました。はい、行きました。でも曲がってもしっかり残る幅で止めてるってところが、はい、やっぱりクレートです。結構曲がったよ。風で流れていった。あんな曲がると思わなかった。はい、じゃあスズランちゃんの方は490ヤード。はい、はい、ちょっとここはですね、セカンドが右に崖が実はあって、なるほど、できればカート道方向に打っていきたいんですよ。なるほどな。はい、スリクさん何番で。よろしくお願いします。抜けてたら最高、はい、抜けてなかったらやばい。抜けてるのかな。すいません、どうしましょう。乗っていきましょうか。はい、どうかな。やばい。いや、まだ全然、まあまあ一ホール目ですから。そうですよ、そんなやばかないです。確かに確かに邪魔やな、あれ。これも辻ヶ池さん。そうですよ。そうです、シンガクロファイトさん、うん、じゃない、なんていうメーカーやったの。これは、リンク。あ、リンク、そう、このフォーサリンク、はい、グローブです。いやー、え、今日はマッチですか、はい、ストロークですか。え、ストロークやと思ってます。あ、じゃあストロークで行きましょう、はい、ストロークで行きましょう。はい、はい、もう普段、アスリートの方々とゴルフされてるじゃないですか。はいはいはい、セミプロとか。いやそうですね、ほぼもう皆さんプロみたいなもんですね。本当にこう、はい、ゴルパイナイサーは、はい、芸人のライオンさんじゃ
ないっすよ。本当アスリートのチャンネル。いやいやいや、そんなことないっす。いやいやいや、だからほんまにあのお笑いやらなダメなんですけども、ゴルフしてたら集中するやん普通、はいはい、ゴルフ全然よね。全然お笑いやるよね。お笑いやるから。私もともとアイドルやってたんだけど。あ、そうだからバラエティやるよね。全然ゴルフチャンネルでも、うん、すごいよね。やっちゃうんですよね。なんか抜けないんですよ。芸能人山下すら抜けないんですよ。そうでしょ。いやすごいよな。ちゃんとやるよね。でもプライベートのゴルフ全然喋んないんで。嘘。はい。それは逆におかしい。プライベートこそ喋ってやる。なんかね、プレー中喋んない。カード戻ってきたら喋る。なるほどね。あ、結構急ブレイクする。あ、抜けてる。よかった。最高よ。ブランちゃん、いいとこですね。私どうしようかな。これ、あ、結構浅め。むず。うわ、どうしよう。でも、フェアウェイですね、はい、ライオンさん。なんとかそうですが、これやば。むず。どうしよう。何で打とうかな。ちょっとユーティリティだけ持っとこう。ユーティリティでまだまだ残ってます。271残ってます。はい、じゃあ左側に打った方がいいんだよね。ほんまや。落ちたらどんどん欠けで、欠けがある。で次ピン見えなくなっちゃうので、はい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 、左に打ってて、左に打った方がいいです。はい、わかりました。はい、全然残ってました。私よかった。うわ、木邪魔。あ、全然ある。はい、じゃあ4番ユーティリティでいきます。あの木の左側打ちます。よいしょ。 OK。 はい、4番ユーティリティです。大丈夫でしょ。ナイスです。フェアウェイ、ちょっとラフ。はいはい、オッケー。大丈夫です。でもギリギリ、もっともっとマシかなと思うんだけど、やっぱ風来てますね。ちょいラフかな。ここはですよ。ね、ピンまでは270、まだまだあるので。270はないですね、多分250ぐらい。本当？はい、俺のところで270だったから。あ、じゃあ250ぐらいか。はい、まあ、5番ウッドでとにかく近づけていきたいと思います。はい、私も左狙いで。うん、ナイス。ちょっとこれ右すぎるかな。いや、大丈夫でしょ。同じぐらい。はい、同じとこ。はい、ありがとうございます。ほんまや。そう、右行く。そうなんです、右キックしちゃうんですよ。ほんまや。え、俺のも大丈夫かな。ちょっと落ちてるかもしれないです。え、してじゃあワンペン。あ、全然大丈夫。あ、落ちてるだけ。うん、落ちてるだけ。そういうことです。ピンが見えなくなっちゃうよってだけ。あ、そういうことか。はい、むず。あ、もっと左の方がいいんや。そうなんですよ。あ、ただロングなんで、はいはい、こう稼ぎたいじゃないですか、距離を。できるだけ。あ、落ちてる。あ、落ちてるね。いや、1個落ちてる。もう1個もかな。私かな。いやいや、俺もそうじゃん多分。結構上げてたんで。ね、どこだ。戻された。あ、下まで落ちたら嫌やな。落ちたら落ちた方がいいんですよ、逆に。あ、だから、いや、2個ある。見える、見える、見える、見える。両方、あの黄色の線、旗から右目、まっすぐ後ろとちょっと左側に。本当だ、2個ありました。はい、なるほど。そうなんですよ、この1番ホールがね、結構。こっちだ、もっとこっちでええんや。そうなんですよ。で、ここの斜面行くと右に行くんやね。ただセカンドつま先上がりでしたよね。そうです。そうですよね、はい、なんか捕まりやすいイメージになるのに、確かに確かに、左が浅いんで。そうなんですよ、すごいね、考えられたホール。そう、面白い。面白いっすよ。はい、でもまあ100ちょいよ。うん、残りないから。はい、これを乗せていかなきゃな。どっちがどっちやろ。ちょっと待って。114。
さあどっちがどっちやろうねえ。これはでも俺の方が多分飛んでないわ。こっちかな。うまいやつだった。そうか、旗が見えんくなるね。そうなんです。なんでこの黄色の旗が一応旗方向って感じだな。でもちょっと違うよね。そっちが、あ、これ私ですね。はい、これこっちだ。うわ、どうなんやろ。そこで、あ、ありがとう。どうかな。ここですね。え、ほんま？はい。もっと右じゃない。全然違う。バッカーあるね、右。はい。わかりました。じゃあその辺打ちます。木で言うと一番高い木も。スザン、じゃあそこで何ヤードかちょっと見てくれ。そこまで測れば。守りで87です。87と100、30ヤードやから87、90と30で110。ん？違う120。120ヤード。120ヤードでもちょっと大きめ持っておきます。9番でいや。それで行こうか。はい。いや、9番にします。悩んだあげて。あ、9番。違う。はい、9番。ちょっとライも悪いし。まーす。めっちゃいい。ゴー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 。ナイス。手前？ちょっと手前かもしれない。はい、大丈夫です。持ったかこぼれたかぐらい。はい。ちょっと見てみてください。私もここからですね、上り入れて120ぐらいですね。左足上がりで若干球が飛ばないと思うので7番でいきます。あ、でかい。でかい？うん、ちょっと左に捕まりすぎちゃいました、はい、もうちょっと上がると思ったんだけど、うん、でかい。ちょっとでかいか。左にこぼれちゃった。あと球あんま上がんなかったよね。上がんなかったです、ね、ちょっと低く詰まっちゃった、はいはいはい、さあ私は何か持ってるかも。なんかやめてや。左に折ったよ、左に。え、まず、うん、じゃあ、乗ってみよう。あ、セーフ。セーフ？乗っております。ナイスオンです、ライオンさん。ありがとうございます。すごい。あんな全く見えへんのから。すべてあの左。はい、はい、はい、乗った、ラッキー。ナイスオンです。ありがとうございます。よくあんなとこから乗せた。よっしゃ。よいしょ。ピンまで22ヤードです。はぁ、ちょっと待ってくださいね。息が、あぁ、吐けないと。結構まだ芝が薄くて硬いから上げられないでしょ。エッジからピンまでかなり距離が短いんで、ちょっとどうやって打とうかな。20ヤードしっかり、ちょっとランニングっぽく打つ感じでいこうかな。52度でいきます。いやー、ちょっとこれはね、難しかったよね。そうなんですよ、こっから下ってるとかって思っちゃって。そうそうそう、
もう一回ですね。止まってよ。いやー、すいません。いやー、俺もパターで行くと思ってました。今しょうがない。ありがとうございます。パターの方が入るかなって思って止まるかなって思っちゃった。なるほど。さあ、私バーディーパットです。すいません。強気に行ってしまった。ナイスピンドーン。危ない。いや、ドーンで入ってないから音だけ、うん、強気に行ってしまった。いやー、いいですね。1ホール目からバーディーパットが打てるという。そうなんです。素晴らしい。助かりました。ただ次のパットがややこしい。うん、ナイス。あ、来ないか。切れない。オッケーです。オッケーあり。オッケーありよね。ありでいきます。はい、じゃあ拾っちゃいます。はい、どうぞ。いやー、ダボ。はい、はい、すいません。ちょっと旗取れました。すいません、ちょっと速そう。若干下りですかね。え、入れときたい。パパッツ。ナイスパーです。ナイスパーです。やばい、もう2打差ありがとうございます。そう、5打目なんで入れに行ったんだいやいや、あれは難しかったよね。そうですね、うん、いいライだったからキュッて止まるかなって思ったんですけど。いやいや、ナイスパーです。私はパーターで行きたかったな、あれは。その方が入る確率高かったかなと思って。そうですよね。はい、先に蹴ればと思います。ということで、ダボン？そんな行った？はい、ダボンになっちゃいました。アプローチ1回失敗して、はいはい、そこから2パットなのでダボンですね。あ、そうか。あ、はい、そういうことか。5オン2パットか。はい、そうです。なるほど。まあまあ始まったばかりですから。そうです、そうです、そんな続いてのホール今そんな落ち込むまで2打なんて全然よ、ね、2打は全然よ。風もありますしね。そうですよ。次ね、行きましょう。ちょっと長いですよ。はい、はい、よし。奥右左のーちゃんですね。はい、174ヤードのパー3です。私は74届くかな。はい、ちょい上げですけども、ちょっと頑張ろうか。練習しなかったな、さっき。ナイスパーですし、ね、ありがとうございます。コマアイアンでがっつり打ちましょう。ショートしそうな予感ですが、もう変えたからな。はい、コマアイアンです。はい、よいしょ。いけ、完璧じゃないですか。いけ、止まれ止まれ止まれ。はい、ちょっと残ったかこぼれたか。はい、やっぱ上げてましたね。上げてます
けどナイスです。ええー、音しましたね。やっぱ違うライオンさんすごい、音が違う。ええー、音でしたね今。これなんです、気持ちいいの。アスリート芸人って違うな、やっぱり芸人、アスリート芸人ちゃうのよ、芸人なのよ。あ、そっか。アスリートの、そうそうそう、武井壮さんはもうアスリート、芸人ちゃうな。ですよね、武井壮さんは単純にアスリート。右サイド乗ってました。はい、ギリ乗ってましたね。レギュラーティーからは160ヤードです。はい、上げてるけど、はい、大きいの持つのちょっと怖いし、はい、7番ウッドで行きたいと思います。はい、ナイス。届け。いい、届くでしょ。おい、ナイス。よーし。いけ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 。なってたー。はい、ナイス。ありがとうございます。これは分からない。パター勝負。よしよし。はい。これは分からない。いや、ナイスでーす。ありがとうございます。スズラちゃんは、はい、あれはどうしてですか。スイングを直す直さないことはやってないですか、はい、YouTube で。実はオーバースイングなんで、はい、基本すごい気になります。ですよね、はい、すごい気になる。コメント欄とかにも結構書かれるんですけどはい、はい、ただその、はい、まあ、プロの方とご一緒するときあるじゃないですか、あります。直す必要ないって、あ、そうですか。皆さんから言われて、すごい今自信持って、なるほど。じゃああれでわざとやってるんですね。もうオーバースイングでジュニアからやってきたので、そうかそうか、そこでタイミングを取ってるんですよ。なるほど。なので本当に変えるとしたら根気が必要で、そうか、2年3年で必要なんで。確かにいるかもね。そうなんですよ。なるほど、はい、じゃあもうそれはそういうオーバースイングで勝負するってことですね。はい、よく田倉選手もずっとオーバースイングでやってきてる。確かにやってるやってる。そうか、そうですね。でもやっぱり直すとしたらどの点を直すんですか。多分オーバースイングを直しますね。だからテイクバックやりすぎなだけで抑えでそうなんで、はい、そこまで上げんでいいかなって俺は思っちゃってるから、うん、はい、まあ、理想はここで止まる。そう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 、振ってないんですけどね、そんなに。あ、そうなんや。じゃあもう体が柔らかいんや。そう、肩甲骨がねブリンって。いや、すごい、体柔らかいのはいいことですから。はい、でも前屈つかないですよ。え、体硬、どうなってんの。どういうこと。じゃあ体硬ないんだ。硬いんすけど、はいはいはい、ゴルフ筋は柔らかいんですよ。あ、そういうことか。え、これが硬いの。え、つかないです、本当に。え、なんで。え、ほんまや、マジで硬いです、ここが、ここと。そうか、でもこれは柔らかい。これはめっちゃ柔らかいです。うわ、ほんまや、なにへん。不思議。へー、そういうことなんだ。ライオンさん、いいとこ乗ってるな。あれだす。でもスズランちゃんも全然潜り難しいね。え、ちょっとあれがアンジュレーションが結構多いですね。ね、このピンポジむずいぞ。確かに難しい。奥で傾斜のど真ん中に切ってる。頑張りましょう。はい、何メーターぐらいでした。何メーター。え、な、何歩、何歩やったんすか。測ってたんちゃうんか。11.5メーター。足の長さがありますから。いえいえ、
弱いな。弱いね。おお。弱い。なるほど。結構重かった。登ってるのに立ちきれなかった。さあ、私もバーディーパット。9.5。重た。おお、重た。うわー、そう。ですね。行かない。下ってるのにね、ライオンさんから。いや、下りそんなあるかな。ここでもずーっと上りかなと思ってた。本当ですか。うん。重い。重いですね。重いな。登ってるんだ。これはでも両方外したくない距離よね。いや、ちょっと入れたいですね。ね、これ次に繋がるパフェですもんね。そう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 、両方嫌な気持ち悪い距離。行きましょう。いやー、どんまいどんまい。すいません。いいえ。いやー、現在終わることないです。すいません。いえいえいえ、俺もそんな外すような気がしてますから。いや、でもここは入れます。お、よし。いやー、曲がった。うわー、はい、はい、あ、そうか、 OK ですよ。 OK ですか。大丈夫です。はい、ボギー。いやー、ここは2人して悔しかったね。結構曲がったな。ね、傾斜効いてましたね。そんな曲がったか。気外さなかったな。うわー、悔しい。どんまいどんまいどんまい。はい、ということでボギーボギーですね。はい、ストロークあれ差は変わらず、はいはい、2打差。まだ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 。次のホールね、次のホールね、めちゃくちゃ面白いですよ。はい、本当ですか。はい、ここは何か起きると思う。なるほど。どっちかが。はい、ということで2ホール終わりまして、はい、2打差のまんま、はい、ということでございますから。まだわかんない。はい、まだ全然わかりませんから。ということで次は、3、4、うん、見てもらえると思います。はい、お願いします。さあ、そうどうなるかわかりませんけども、スズランちゃんが勝つのか、モジュラム勝つのか。絶対勝つ。絶対勝つ。前回絶対負けない。絶対勝つから見ておいてください。はい、お願いします。ありがとうございました。